はい、黄金世代のことでございます、おはようございますというところで朝のトークやっていきたいなと思います、金曜日からですね、新しい、新洗剤ヒューが、赤井くん、新田くんというのが来てまして、検証、ちょっと検証数値ね、ちょっと40、41かなんかで見て、ヒューガくんは新田くん入れてるんで44かなんかの検証を、午後上がるかなと思うので、よかったら見てみてください。ヒューガくんね、なかなかいい数値出てました。また新田くんもね、悪くはないんじゃないかなと思って、浮き玉、低浮きとかだったらワンチャン若島津とかいけるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。はい、ちょっと気になってチェックしました。はい、見てみていただければなと思います。あとは新しいガチャ来てまして、反町くんがなぜか絆 4.5 というので、なんだっていうちょっとね思いましたけどね。石崎くん結局また力で出て微妙な感じですよね。これ石崎くんまたなんかね、前のと性能がそんなに変わらないんじゃない、まあ、トーマチェックの方チェックしていただいたかなと思うんですけど、絆がねやっぱりこう 2.5 ってなるとすごい使いづらいので、その辺が今どうなのかなっていう気がするんですけどね。まあ、デコボコとかスタミナ消費量減ったりとか、まあ封印 50% とか封印 100% とかだったら少し可能性あるんですけどね。ゴッツァーみたくタックル封印がねあったりとかしてとかしたするとまた面白いのかなと思うんですが、まあ、もしくはねパス封印とか欲しいですよね。パスカット、パスワンツー封印とかがねあれば、ドリブル一択勝負とかできるんで、そういうのもあってもいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあどちらかというとデバフキャラ、デバフサンパーのねキャラクターという形で、日本のあのデバフのキャラクターの特徴って異様にこうディフェンダーばっかりなんですよね。そこが結構問題かなと思ってます。さあ、そしてソリマンチ君、ソックの 23% のキャラクターが来ておりますね。はい、ポイントはやっぱ絆が 4.5、 まあもちろん日本確か 4.5 1人欠けてた気がしたんですけど、そういう意味ではまあこのタイミングなのかなっていう気がするんですが、まあ、工場でも 4.5 出てしまうんだなっていうイメージですね。あとはまあここのまあ工場なんであれかもしれないですけど、ブロックの封印をもう 100% にしてくれたら安心して放り投げれるのになぁとはちょっと思って、まあ、自動パスカット 60% はまあ最近100にはしてない傾向で、ディフェンダーには 15%で、エリアの中だと 25% というところで、なかなか高い数字、はい、出していけるのかなと思うんですが、必殺技威力がねどこまでいってもそこまで高くないというところで、その辺がトーマチェックの方でも現れてたんじゃないかなと思います。その反面、こっちの小春光の方ですね、これもねまた絆がね、まあそのまあ、3なんでしかも海外選手4人で3なんで、まあいいのかなと。あとマッチアップ勝利ボーナスで勝つと、まあ、いわゆるドリドンできますよっていうキャラクターですよね。ドリドンするとシュート力がね、威力 35% ってえぐいなと思って、最大1回までちょっと取ってみようかな。これフェイスのシュート詰めばいいんですよね。まあ、ただシュナイダーとかいないといけないんで、その辺もシュナイダーとデビーいなきゃいけないから、ちょっとまあクラブのキャラクター、まあ、フェスの方に直用なのかなと思ったんですけど、フェスの力バージョンみたいな、実際能力に関しては、はい、昨日のトーマチェックの方出てたかなと思うんですけど、意外と面白いなと。絆ね23くれないんですねと思って、最近22とかもね、22出すくらいなら23でいいかなと思うんですけど、その辺どう思いますか皆さんダメですかね、23で良いんじゃないのってちょっと思うんですけど、これクラブじゃない、その力ですもんね、クラブのね、ところで。さあ、あとフェス今ちょっとどうしようかなと思っているところ、若島津強いんですけど、追うか追っても、でもやっぱ若林が使いたいなっていう気持ちもあって、で9月ですよね、で10、11、まあ9、10、11、3ヶ月、で12月にはおそらく若林の新しい強いのが来るんではないか、美咲君の強いのが新しいのが来るんではないか、翼君の新しいのが来るんではないかと思っているんですけど、まあちょっと、はい、今デッキを反町君の 4.5 っていうのも非常に魅力でありまして、で今回来た新田君の潜在の 3% ですね、日向君を 3% 上げるっていうのもちょっと魅力を感じまして、
でそう考えていくと即寄りとかでまた作った時に孫林を使いながら絆そこそこ高めな絆がもうちょっとしたら使えるんじゃないかなっていうような気もしてて、あ、孫林 Z ですね。でやっぱりなんだかんだやっぱ Z が絆で高く保てるんであれば Z が強いことにはない、 Z はやっぱ強いんじゃないかなとちょっと思ってた時に反町くんの 4.5 っていうのが来たので、反町くんプラス、若林って考えると7だから 3.5、 2人で割り合えると 3.5 というところなので、他をうまく4で固めれれば結構な絆ですよね。9-36の7で43.5、まあ、現実42くらいまではちょっと見えてるのかなって気もしてまして、なのでまあ孫林じゃないや、Z の方を使うような日本パワーをうまく組めないかなとかってちょっと考えて、今ねちょっといろいろ試案中で、時間ある時にちょっとポチポチしながらどっちの方向にデッキを、まあ、力2本技2本ベース、速2本ベースっていう風にあると思うんですが、まあ、今のランクまで戦いやすいデッキ、はい、どれがいいかなとか悩んでるところです。はい、であともう一個、これは明日かもになっちゃうかもしれないんですけど、デバフジャパンの方もちょっと進んでまして、第2回デバフジャパンの動画も撮らせていただいております。はい、新田くんがねデバフを持ってたので非常に良かったなと思って、でしかもこれこのバランスなのかなって自分はちょっと思うんですけどね、基本的には。まあでも 2.5 なんですよね。まあこれね、ここは3じゃダメなのかなっていう。ただポイントはヒューガくん3上がるんですよね。はい、なので非常にその辺大きいのかなと思って、まあ、ヒューガくん、まあ、全体は下がるけどヒューガくんに点を取らせたいとかっていう意識をすると結構強いのかなっていう気がしております。はい、うん、まあそうですね、そのうちやっぱ美咲くんとか翼くんもデバフのキャラクター来るのかな。キーパーのデバフがね今のところね、日本はないので、まあ、若林、若島津、森崎とかで強烈なデバフがキーパーからも組めれば、まあ、日本デバフみたいなのもパターンとしては出てくるんではないかなとちょっと思っております。はい、うん、そんな感じですかね。これもうちょっと上がるのかな、 29.5。 これよく考えたらこっちの美咲くん、あれ美咲くん、こっち使えばもうちょっと上がったんじゃないですか。あ、30.5 までいけましたね。 30.5 のデバフが、33.5 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 33.5
21くらいいくはず。ちょっと見てみましょうか。デバフが、相手チームのデバフがパラメーターダウンが 3.5 ですよね。でここで、力属性は日本選手が3人以上いると相手チームのパラメーターが3ですよね。 6.5 で、ここで、3.5 ありますから、ちょうど10か。これで10ですね。はい、で13、16、19、これ3でしたっけ、19、はい、で、ここで22かな、3ですよね、確か。高杉くんも3だったはずな気がします。あ、そうですね、はい、22% のデバフで絆30、50なので、まあやりづらいですけどね、ボランチで球が運べないんで、まあ、ちょっとこういうのも、まあ、あの一つね、できるパターンとして出てきましたねというようなところの感じでございます。はい、まあ、いろいろね、ちょっとずつゲーム内でこういろいろ革命が起こってるんですけど、それが一気にこう反映できて、ね、ランクマできるところまでいけるかっていうと、まだ一個こうね、穴とかがあったりとかして、もちろん穴はね、どこのデッキでもこう生まれてしまいやすいんですけど、今ね、現行トップの環境だとなかなかマッチどこにしていいかわからないような形で、ね、なかなかこう穴がない中でやっぱりこういうデッキで戦っても、まあ、なかなか勝てないのかなっていう
気もしなくもですねするんですけど、ちょっとねあのカゴタスと久しぶりにフレマというところをねやってみてどうかなっていうのを感じでやっていきたいなと思っております。はい、さあ、あとは大きなところですと、そうだ、タイムアタック来てましたね。タイムアタック来ておりましたのでやっていく、まだね1回もやってないんですけど、はい、まあ、当麻のタイムアタックまた木曜日やってくれるかちょっとね相談してみます。はい、で、今週なんですけど、今日夜10時から、まあ、フレマなのか雑談なのか、あのちょっと自分は今気になっていることがあって、皆さん今 LINE 調整どうしてますかっていう会をやって、まあ、トークしながらちょっとゲーム動かしながらちょっとやってみたいなと思ったんですけど、夜10時から YouTube ライブ、戦いの方ですね、戦いの方の YouTube ライブやっていきたいなと思っておりますので、お時間ありましたらぜひ遊びに来ていただければなと思います。さあ、そして日曜日なんですけども、日曜日は2部構成でライブやろうかなと思ってます。夜の10時からは、いよいよですね、月曜日から、キャプテン翼の新しいパチンコ出ますので、初のパチンコライブ、まあ、どれくらい持つかっていうのと、あとみんな、まあ、パチンコ雑談ライブになっちゃうのかな。はい、まあ、パチンコの話をね、今度のやつどんな台なのかっていうのと、過去の台どんなだったのかね振り返りながら、ちょっとやっていきたいなと思ってるんですけども、23時からはですね、これはちょっと海外の方とのやり取りなんで都合がでうまくいくかどうかなんですけども、一応予定としては WCIC の決勝戦の模様をですね、日曜日夜11時からお届けしたいなと思っておりまして、もしお時間ありましたらぜひ遊びにね、ちょっと日曜日次の日にねお仕事の方多いかもなと思うんですけども、11時から2時間、まあ早いんで2時間あれば終わるかなと思うんですけども、はい、観戦していきたいなとちょっと思っております。はい、さあ、連盟対抗戦が一気に、ね、急にまた連盟対抗戦かみたいな感じなんですけども、連盟対抗戦の方来ておりまして、もしあの連盟探している方とかいらっしゃいましたら、自分のツイッターの方でなんか見かけさせていただいた連盟さんの、連盟募集のところ、いいねとリツイートしているので、ツイッターの方追っていただければ、今連盟募集さんしている連盟を募集あ連盟でメンバー募集している連盟さんの、が見つかるかなと思うので、もし、連盟対抗戦出てみたいとか、 今浮いてるけど連盟対抗戦来るのはどこか検討したいなっていう人は、ぜひツイッターの方、覗いていただければ、いろんな連盟さん今まあ、人数少ないんでもう埋まっちゃってるかもしれないんですけども、募集してるところあるので見ていただければなと思います。はい、多くの、ね、連盟さんが、ね、いい、きっちり人数揃ってやれるといいなと思っております。はい、さあ、あとはそんなところでしょうか。まあちょっとガチャの動向とかもねもうちょっと見ていきたいんですけども、今までずっとね散々言ってたんで、ミカエルの素早いパスカットの穴が今回埋まってくるということで、まあ、ミカエルフェスの方もねそうですし、そうですね、今回のねライさんの新しく来たスペインの方もそうですし、まあ、ドリコレの方はちょっとサイドに引っ張られちゃうときついんであれかもしれないですけど、あとは今回このキャラ単体でも悪くないんじゃないかなと思ったんですけど、ただよく見ると絆が低いんですよねこのキャラクター、そこがね残念で、またチームスキルも22というところで、ただマッチアップ勝利すると全パラメーター 30% 上がりますので、キックオフとかで確実に勝てるキャラクターでマッチアップ勝利しとけば、パラメータ 30% 上がるんですげえ強いんじゃないかなと。だって4万6000の6万4000の 30% アップですよね。めちゃめちゃ強いなと思って、でさらにライジング3選手にパラメータ 15% ですよね。なんだこのキャラクターみたいな、鬼のような能力だなとかちょっと思ったんですけど、で自動パスカットの発動、これは周年で出たラファエルと同じなので、ラファエルと、ミカエル使うとなんと自動パスカットが 30% まで下がってしまうっていう恐ろしい。さあ、そしてデバフもついているというところですね。この辺もね、だから絆がもうちょい乗ってるとこのキャラ単品で、なんかこのキャラはなんかでも単品で使えそうな気もするんで面白そうですけどね、どうでしょうか。はい、なんかね見る感じだってキックオフでしょ、まね、マッチアップ勝利で勝っとけば全パラ 30% で次のマッチまで待てるってことですよね。
でなおかつライジングサン今非常に多いのでライサンに対して 15% でオフェンスディフェンスともに、まあオフェンスはシュートはそうでもないのかな、うん、ディフェンスはねブロックが極端にぶってブロック極端に、うん、低くなっていれば非常に高いステで来るんではないかなと思うんですけども、はい、まあブロックパワーとかが少なければいいステで登場するキャラクターではないかなと思ってるんですが、どうでしょうかね。ただこんなそうするとめちゃめちゃ強くなっちゃうんで、そこまでなのかな。マッチアップ勝利ボーナス入れてライサン入れるとライサンのキャラクターに対してはこの 45% のステでいくってことですよね。恐ろしい。はい、シュートも強かったら どんなキャラクターになっちゃうんだろう。はい、ちょっとね、さすがなんか運営さんで、ね、ミカエルは非常に強い傾向にありますので、楽しみに待っている方も多いんではないかなと思います。はい、まあ、ちょっとねだらだら話してしまいましたけど、今日夜10時からライブやりますので、お時間ありましたらぜひ遊びに来てください。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。